よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうも。ジョジバさん、インタビューお疲れ様でした。はい、あ、ありがとうございました。お疲れ様でした。続いてはこちらの企画にお付き合いください。せーの、バズキズビー。イエーイ。毎回アイドルグループキズビーのメンバーがインタビュー終わりのアーティストに何かおねだりするコーナー。今回は何をおねだりしちゃうのかな？私たちからいくつかおねだりがあるんですけど、はい、いいですか？もうどんどん来てください。ありがとうございます、番組をご覧の視聴者の皆様にサイン色紙をいただけませんでしょうか？全然。おお。何枚でも書きます。ありがとうございます。かっこいい、すごい。かっこいいでしょ？すごい。よく言われます。はい。ありがとうございます。いただきました。すごい。めちゃめちゃ嬉しいですよ、これは。これ何て読むか分かる？分かんない。分かんない。キヨキが。キヨキが。違う違う。クロマティ。ということで、こちらを視聴者の皆さんにプレゼントいたしますので、ミュージックビビ公式ホームページからご応募ください。次のおねだりになるんですけども、お聞きしたいことがありまして、はい、私たちも実はアイドルグループをやってるんですけども、はい、何かライブとか何でもいいんですけど、キヨキバさんの失敗談とかありましたら教えていただきたい。失敗談、結構僕ライブではよくありますね。よくあるんです。大体歌詞をすぐ間違う。歌詞も、はい、歌詞間違えて、はい、うんうんうんってごまかした後にすぐ客に振るという。ごめん、これ分からんってなる。そうすると大合唱でこう歌ってくれて、ハープニングもこう自分のために全てこう、自分のせいにはしない。そしたら最後のおねだりになってるんですけども、はい、私たちと一緒にあのセルフィー撮りをしていただけたらよろしいですか？いいですよ。あのノーっていうのはキャピキャピやな、ほんま。自分らスノーってめちゃめちゃもう大流行のアプリがあるんですけど、めちゃめちゃ可愛くなれるんですよ。でもしよかったらこれ以上、はい、もっと。もしちなみにスノーの経験はありますか？スノーはなんかこう女の子たちがやってるの見たことあるんですけど、はい、全然僕はやったことない。初ですね。初スノー、初スノー。わー、ありがとうございます。ちょっとあのいろいろあるんですよ、はい、なんか顔が可愛くの変身できず、うん。ということで、最後のおねだりはアプリでの動画撮影。硬派なキヨキバさんの人生初スノー動画、本邦初公開。キヨキバさん、ご協力ありがとうございました。かわいすぎる。いやー、すみません。ありがとうございます。今日来てよかったわ。今日いい夢見れそうですね。ありがとうございます。ということで、キヨキバ俊介さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。